こんにちは。今日は汗について話をしていきたいと思います。夏になると汗をかくのは自然なことです。しかし汗のかき方っていうのは上半身と下半身、あるいは頭だけ顔だけ、いろいろ種類があるんですけども、今日は特に汗をかいて困るなっていう部分の頭の汗について話をしていきたいと思います。基本的に頭がに汗をかくっていう場合は、緊張している場合とかいうのも頭によく汗をかく場合が多いそうです。そして、まあ抑え方としては、まず最初に足ですね。足首の真ん中、そしてちょっと外側、足でいうとこことここを両足を両手でグーッと押していきます。これを大体1箇所2分、こっちもぐーっと押さえていきます。こうすることによって足首の血行を良くします。そしてもう一つは頭のポコッと出た部分ですね。後頭部でいうとここの下あたり、そこをこれも自分の手で両手でぐーっと押していきます。こんな風な感じでぐーっと押していきます。それをおよそ2分間続けることによって頭にかく汗の量っていうのが減ってきます。またこれは、頭だけじゃなくて実は汗が多いっていう方にも効果的で、結局は足をぬくめることによって、体の血流を良くして、まあラジエーターの役目ですよね、血流を良くして熱を早く外に出すっていう方法の、やり方の一つです。こうすることによって汗が少し収まるので、汗をよくかく人はぜひ試してみてください。それではまた会いましょう。